試合開始を前にスタジアムはスタンドからの熱気に包まれました。サポーターからの大声援がこれから始まる激闘を予感させます。解説には福西崇さんをお迎えしました。明治安田生命 J1 リーグの開幕戦、北海道コンサドーレ札幌が清水エスパルスと戦います。この新シーズンの幕開けの雰囲気は何度味わってもいいものですね。サポーターも久しぶりのリーグ戦に興奮を抑えられない様子です。ここで勝ち点3を獲得し、シーズンの好スタートを切るのはどちらのチームになるのでしょうか。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日は一般的な 3-5-2 です。センターバックの攻撃参加が重要なシステムです。この両チームどちらの勝利を予想されますか。こればっかりは始まってみないと分かりませんね。キックオフです。楽しみな試合ですね。素晴らしい視野です。ここからどうするのか。いいクロスだ。これはクリアしきれないか。ボールを裏へ上げてきました。狙える位置です。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。駒井義明仕掛けてきました。チャンスになりそうです。いいボールでしたが、ここはクリア。コーナーキックが入ります。予感のあった攻撃でしたが、結果に結びつきません。ファーポストにクロスを入れた。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。映像が来ました。クロスをピンポイントで合わせてきました。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。別の角度からご覧ください。このゴールで勝ち越されました。監督も苦虫を噛みつぶしています。ファン速攻。清水エスパルスのうまいパス回し、チャンスを伺います。快調なパスワークでしたが、最終的には相手ボールです。福森明人、シャナティップ、
このボールはタッチを割ります。スローインです。ドリブルで進んでいます。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ボールをクリアします。カウンターアタックのチャンスです。いいカウンターになるかと思いましたがボールを失いました。マークを振り切った。このシュートはブロックされました。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。エウシーニョ、スルーパスを出した。ナイス。このボールは止めただけ。クリアできるか。同点に持ち込む絶好の機会でしたが決めきれません。あと少しだったんですけどね。アンデルソン・ロペス、これはカウンターのチャンスです。コンサドーレ札幌のうまいパス回し、チャンスを伺います。駒井義昭、いいパスだ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたがまだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。あえてニアポスト側にシュートしてきたようですが問題はキーパーですよね。あのコースは反応できたんじゃないでしょうか。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。試合後の選手たちは監督から相当な激が飛んでくるのを覚悟しなければならないでしょう。攻守の切り替えが大事です。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。この選手ですが両チーム合わせてもトップクラスの活躍です。得点したのも納得です。シュートを積極的に打っていました。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。ファン速攻、これはゴールキックになります。エウシーニョ、この突破は失敗に終わります。パスを出した先は相手の選手。切り込む。さあどうする。スペースに見事なスルーパス、よく止めましたがここはプレーを切りたい。福西さん、レアルマドリードはついにお目当ての選手を獲得しましたね。はい、まずは1点返したい。難しいシュートでしたが枠を外れます。ファン速攻、清水エスパルスがパスをつないでいく。2点のビハインドから流れを変えられるか。ファン速攻、中にクロスが入った。
ファン速攻。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。いいパスだ。よく止めましたが、ボールはこぼれています。ドリブルで進みます。中央にクロスが上がった。ここはしっかりクリアされました。両チームの選手がピッチの脇で準備をしています。エウシーニョ、追い上げなるか。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。ここは自分で取り返しました。スルーパスが味方に通る。ディフェンダーがここで食い止める。タッチが甘かったか。ボールを失いました。アタッキングサードに入ってきた。エウシーニョ、クロスが入りました。いいボールでしたが、ここはクリア。ここはカウンターアタックを狙うか。ルーカス・フェルナンデス、仕掛けてくるのか。狙える位置です。パスが軽やかにつながります。テンポがいいですね。アンデルソン・ロペス、うまくボールを奪った。さあ、スタジアムのテンションが上がります。崩してきた。ゴール。1点差となりました。さっきから監督もせわしなく選手に指示を飛ばしていますね。終盤ですが、まだ結果は分かりませんよ。リプレイが出ます。息の合ったワンツーですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。このチャンスにスタジアムもがぜん盛り上がっています。会場の雰囲気が選手を後押ししてくれていますね。駒井義明、また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はアウェーチームの敗北という結果に終わりました。あまりいいところなく終わった開幕戦ですが、シーズンは始まったばかりですからね。この敗戦をあまり気にせず、気持ちを切り替えていった方がいいでしょう。季節に期待しています。